まず応募した理由としては、まあ、震災以降あまり力慣れてなかったっていうその負い目というものを強く感じていて、やはりその無力感というものに苛まれていたというのは大きかったですね。毎日、まあ、1年とりあえず、ね、の中でその被災地被災者の皆さんとしっかり向き合って勇気づけていくというテーマに惚れ込みまして、ぜひやってみようと。もう45歳ということで先は長くないので、今回ね思い切ってやってみました。これは、まあ、私にとってのチャレンジですね。